約1000人の方々が避難をしまして、不自由な生活を強いられております。当初は食べ物、それから暖房器具、こういったものもほとんどなくて、大変に寒い苦しい生活を送ってまいりましたが、日本の全国の皆さん、そして全世界の皆様方のご協力を得て、いくらかは生活が楽になってきました。しかし今半月を過ぎまして、日が経つごとに、我々の私たちの食べるもの、調味料、身の回り品、そういったものが量が少なくなってまいりました。これから長い期間復興にはかかると思いますし、避難生活もこれから続くだろうと思います。そういった場合にやはり食べ物、それから生活日常品、こういったものがこれからもますます必要になってくるだろうというふうに思います。特に私たちに今必要なのは、食べ物の中では調味料といったものが必要です。例えば味噌、醤油、塩、砂糖、マヨネーズ、トマトケチャップ等々、そういった本当に毎日必要なものが不足をしております。3月11日の日ですが、ここにはですね、大勢の方々、約1000人から800人の方々ですが、生死紙一重ということで、かろうじて命を取り留めたという方々がですね、避難に訪れたわけです。避難をしたわけですが、この第一中学校の体育館には暖房器具が何にもありませんでした。ですからその日は夕方から雪が降ってきまして、非常に寒い一日だったんですが、毛布を持ってきている人もありません。気のままで逃げてきたという方々ですから、まずはじめにその寒さ対策が必要だということで、学校のカーテンを若い人たちにを中心にですね、全部外してもらいました。そしてそのカーテン1枚にですね、3人ぐらいずつがですね、くるまって、それで寒さをしのいだということですね。それからその寒さも非常に寒いわけですが、今度は食べ物も一つもありませんでした。食べ物もございませんし、それから水の方もですね、学校のタンクや貯水タンクには水が約2000リットル程度で、水も少なかったということで、水洗トイレも使えません。当然電気も来ませんので、水洗トイレは使えないわけですね。ですから水を、貴重な水ですから、その日はコップ一人、コップ一杯ずつで一晩過ごしていただきました。それからもう一つがですね、困ったというのは女性の方々のトイレだったわけです。ですから水洗トイレが使えないということで、我々でどうにか作らなくちゃいけないということで、これも若い人たち、あるいは建設業を営んでいる人たち、こういった方々の協力を得てですね、まず地面に、砕石が叱っていたわけですが、その地面に、校庭に溝を2本掘っていただこうというふうに考えたわけです。しかしその砕石を掘る、溝を掘る道具といっても、平スコップが1丁しかありませんでした。ですから砕石を掘るというのは当然不可能ですから、どうしたらいいかということでいろいろ考えたわけですが、一箇所だけですね、建設業で水に流されなかった、被害を受けなかった建設業者があるということを思い出しました。そしてですから、その建設業者からパワーシャベルの小さいやつですが、これを1台借りて、それで溝を掘ったわけです。そしてその上に運動会なんかで使うテントを、学校の備品ですが、それを設置をして、周りにビニールシートを巻いて、そして、風は入りますけれども、
簡易のトイレにしたと、こんな苦労もいたしました。最初の晩はですね、最初の晩の皆さんの避難をした方々のその状態というのはやはり呆然としていたわけでですね、何が起こったのかということが、現実で起こったのかというところが理解ができない、ただ呆然とカーテンにくるまっているというような状態でした。ですからそういう中でですね、やはりその皆さんをお世話をしてくれる人が必要だというふうに考えたわけです。それではどうしたらいいかということで、各町内会から若い人を中心に身軽く動ける人たちを決めてもらってですね、そしてスタッフになっていただいたわけです。ですからそのスタッフがですね、いろいろとお世話をするというような形にしたわけです。最初の食事はですね、次の朝も食べ物がないんだろうということで覚悟しておりました。そしてどうしたらいいのかなということでいろいろと悩んだわけですが、ありがたいことにですね、朝一番に隣町の墨田町というところがありますが、そこから給水車ですね、水道事業所の給水車が参りました。そこには水と灯油と、そして町民の方々が握ってくれたおにぎりが届けられたわけです。それからその次にですね、時間を置かずにコンビニの車が配達車が参りまして、そこからやはりおにぎりとか、それからパンとか、そういったものを差し入れをしていただきました。それも2日目、それも12日の朝ですね、2日目の朝ですね、それから隣の町内会の方々がやはりおにぎり50個ぐらいだったと思いますが、それも持って駆けつけてくれました。そういったことで朝がですね、思いがけなく1人1個のおにぎりを食べられたということ、非常にありがたく思いました。やっぱり食べ物は手に入らなかった理由は、もちろん店は全部流れる、はい、それから車はない、はい、電話もない、はい、じゃあその3つはないの上に、はい、隣の町とか、はい、そのコンビニの会社は、はい、こちらたくさんの人のいることはどうやって分かったんですか、はい、コミュニケーションはできなかったし、情報はあまり外にも流れなかったと思いますが、その晩に消防団の方々がですね、まだ生きている通行ができる道路の角々に立ってくれたようです。後で分かったことですが、道路のほとんどが瓦礫が散乱をして車も通れないというような状態だったんですが、山道があったんですね。細い山道、すれ違いもできないような 山道を利用したわけです。そこに誘導したのが消防団の方々です。ですからその消防団の方々が隣町墨田町に、車で、そこは通れますから車で行って、その惨状を訴えたわけです。ですからいち早くその給水車が来てくれたと、こういうふうなことだと思います。携帯も通じなかったということで、それが早く知らしたいというのが一番のその要望でだったわけですが、13日の夜だと記憶しておりますが、 NTT さんの方でですね、衛星電話1台を持ってきて設置をしてくれたわけです。これを利用できますよということで、じゃあそれで安否確認をしていただこうということを考えたんですが、やはり1000人でだいたい300世帯から400世帯いるわけですから、その方々が電話を使うということになると、どうしても時間がかかって明日の朝までかかるというようなことですので、まず希望を取ってですね、廊下に2列に並んでもらいました。そしてそれぞれにメモ用紙を渡しまして、あまり時間がかからないように、多くの人たちが電話を使えるようにというような工夫ですが、そこに相手の電話番号とお名前、それからこちらの方のお名前、この3つと
コメントを短くメモ用紙に書いていただきました。そして本人に受話器を渡すと時間かかるわけですから、 NTT の係の人にそのメモ用紙を読んでもらうという形にしました。ですから電話番号をやって、何々さんですか、何々さんからのことづけです、何々さんと何々さんは無事に今避難所にいますということだけのメッセージを送ってもらったと。ですからそうすると1人当たり15秒か20秒で済むわけですから、多くの方々にその衛星電話を利用していただくことができたという。普通安否確認はみんな心配してると言うけど、中井さんはダブル心配だと言ってたんですけど、はい、そうですね、そのダブル心配というのはですね、一つはちりぢりになった家族の安否ですね。例えば旦那さん、あるいは息子さん、こういった方々が避難所に、自分がいる避難所にいないわけですから、ですからどうなったのかという心配が一つです。それから私の安否を相手が心配しているだろうな、早く知らせてあげなくちゃという心配が一つということ、ダブルの心配があったということですね。4月の7日だったと思いますが、マグニチュード 7.4 ぐらいの余震がありました。その日も寒かった記憶がありますが、突然余震が来たということで、私も半分パニックというか、どうしたらいいのかなということで行動が迷ったのを記憶しております。この体育館に避難をしている方々を外に避難をさせた方がいいのか、あるいはこのまま体育館の方に待機してもらった方がいいのか、判断を迷いました。そういったことで最終的にはこの体育館は実は3月11日にの午前中に、落成式を終えたばっかりなわけです。ですから耐震設計もなされておりますから、そういったのを思い出してですね、よし ここの場合は中で待機をしてもらおうということを決断しました。外に出すと停電になりましたので、お年寄りを中心として段差でつまずいて転んで怪我をしたりというふうなことが心配されましたので、その際には中で待機をしてもらったと、結果的には良かったというふうに思います。ですからリーダーの方々はですね、余震はあるんだよということを前もって覚悟をして、その際にはどういうふうな指示をしたらいいのかというのを考えておく必要があるんだというふうにその時感じました。この体育館、避難した当時、入り乱れて、各町内会の人たちが入り乱れてですね、避難をして生活をしていたわけですが、これからコミュニケーションを良くするためにはですね、やはり顔の知った方々がある程度まとまった方が、こっちからの指示も伝達をしやすいし、それから皆さんの要望も聞きやすいというふうに感じました。町内会ごとに居場所を集めたと、設置したということで、その後のこの避難所の運営がスムーズにいったというふうに思います。というのはですね、今度はその方々から町内会長さんみたいな代表を、その町内会から代表を選んでもらいました。そして最初は我々が中心になって運営をしたんですが、いつまでもいつまでもそれじゃいけないだろうと、やはり避難している方々が自主的に運営をするような、そんな形にすることが大事だというふうに感じました。ですからさらに町内会から町内会長さんを中心とした方々をその代表を出していただいて、そして定期的に代表者会議を開きました。そして私たちスタッフの本部のですね、避難本部の考えはその代表者を通じてそれぞれの避難をする方々に伝えてもらいました。逆に避難をしている方々の要求も直接我々に来られると収集がつかなくなるわけですから、その代表者がその集めて、そしてその代表者会あるいは逐次その避難所本部の方に伝える、そして要望に応えていくと、こういった形にしたわけです。
支援物資が届くわけですが、まあ、食べ物ですね、その食べ物が避難者数がそれぞれの、品物品目ごとに来ればいいんですが、そういうわけにはいきません。あるものは、50人分しか来ないとか、あるものは、500人分来るとか、そういったものを公平に皆さんに配分するという、配るということがですね、なかなか難しいというところがあります。